サンアンジェロはアメリカ合衆国テキサス州トムグリーン郡中央部西に位置する都市であり同軍の軍庁所在地である2010年の国勢調査では人口95,887人だったサンアンジェロはサンアンジェロ大都市圏の主要都市かつ中心である都市圏人口は111,823人である市内にはアンジェロ州立大学歴史ある コンチョトリグッドフェロー空軍基地がある。サンアンジェロのニックネームには、アンジェロ、川の都市、コンチョ都市、コンチョの真珠、西テキサスのオアシスなどがある。サンアンジェロとなった地域にヨーロッパ人が入ってくる以前、ジュマの属インディアンが住んでいた。その数千年前から、先住民族の様々な文化が引き継がれてきていた。1632年、スペインの後押しで、 フランシスコ会の伝道書が作られ、インディアンへの布教を行ったが、短命に終わった。この選挙次団は、不安でさらすと不安でオルテガが率いており、オルテガが6ヶ月間滞在した。1650年には、カスティリオ・マルタン遠征隊、1654年には、ディエゴ・デグラ・ダラハラ遠征隊が入ってきた。現在のサン・アンジェロ氏は、 アメリカ合衆国がフロンティアを敵対者の脅威から守るために構築した一連の砦の一つである、コンチョ砦を建設した1867年にヨーロッパ系アメリカ人が設立した。この砦には、騎兵、不評が入り、またインディアンによって名付けられたアフリカ系アメリカ人で構成された騎兵連隊ブラック、カルバリー、別名バッファローソルジャーズが入った。 開拓者のバーソロミュージェデイウィットが、砦の外、根ン川の南北支流が合流するところに、サンタ・アンジェラの村を設立した。デイウィットはこの村を妻のカロライナ・アンジェラにちなんで名付けた。その名称がその後サン・アンジェラに変えられた。さらに1883年、アメリカ合衆国郵便公社がこの名前はスペイン語の文法で間違いだと主張し、サン・アンジェロに変えられた。 この町は地域の農夫や開拓者の公益中心となり、またブロテル、酒場、賭博場ができて無法者の町になった。サンアンジェロはトムグリーン軍の軍庁所在地に指定された後、1880年代に急速に成長した。これには新しく建設された鉄道の沿線にあったことも貢献した。地域交通の中心になった。1888年に、 サンタフェ鉄道が開通し、1909年にはカンザスシティメキシコアンドオリエント鉄道が開通した。1900年初期に国内で肺結核が流行し、多くの患者がサンアンジェロに移ってきた。当時の医者は乾燥し暖かい気候の場所で療養することを推奨できるだけだった。結核患者は治療のためにサンアンジェロに来た。1928年、市は 地域初の高等教育機関であるサンアンジェロカレッジを設立した。テキサス州議会からは後にテキサス工科大学となるものの立地に選ばれなかった。初の私立大学であるサンアンジェロカレッジは後にアンジェロ州立大学になった。第二次世界大戦の時、グッドフェロー空軍基地が設立され操縦士の訓練を行った。1900年代、 地域で大量の石油が発見され、その石油ブームで、市は飛躍的に発展し、石油、ガス産業の中心地になった。サン・アンジェロ独立教育学区は1955年に自発的に人種統合を果たし、テキサス州では最初期の統合となった。サン・アンジェロ市役所サン・アンジェロは、北緯31度27分11秒、整形100度27分9秒。 北緯31.45306度成形100.45250度、31.45306-100.45250に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は58.2平方マイルであり、このうち陸地55.9平方マイル、水域は2.3平方マイルで、水域率は4.03%である。サンアンジェロは、 エドワーズ高原の南西端、チフアフアン砂漠の北東端、コンチョ川の南北支流が合流するところにある。市内には、ビューツ貯水池、オーシーフィッシャー貯水池、ナスワーシーコの3つの湖がある。ミドルコンチョ川がサウスコンチョ川に、数マイル上流で合流するが、ツインビューツダムによって、その合流点が曖昧になってきた。サンアンジェロは熱帯や乾燥ステップ気候と、 中高度ステップ気候の境目近くにある。中央テキサスの気候が西テキサスの気候に出会うところである。気温は年間平均して約15回下肢100度に達する。しかし2011年には下肢100度を超えた日が100日あった。氷点下になる日は平均して年間51日ある。雪やみぞれが降ることもあるが年間数回である。日照日は 年251日あり、平均気温は下市64.9度である。平均年間降水量は20.45インチとなっている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。カクタスホテルサンアンジェロは多くの出版物やランキングにおいて事業と雇用に最善の小都市として挙げられてきた。二千十三年の雑誌フォーブスでは、 仕事のための最善の都市で国内第4位となった。2010年のキップリンガーズパーソナルフィナンスは次の10年間の最善の都市の一つにサンアンジェロを挙げた。2009年 CNN マネーは小事業を始める最善の都市の一つに挙げた。サンアンジェロはその大きさの割には大変多様な経済である。油田の大半は市の西にあるが、 油田関連の会社が市内にあり、市民の雇用数も多い。農業は現在も強い産業である。畜産化オークションは羊と子羊のオークションでは国内最大のものであり、牛のオークションでは国内五欠に入っている。農作業は地域の外で行われるが、牛肉と雇用肉の加工産業で多くの従業員が雇用され、市内では農業支援産業で、 多くのものが働いている。市内には、アンジェロ州立大学管理指導研究センターと、テキサス A&M 大学アグリライフ研究センター、及び出張所といった農業の研究所がある。通信産業も強い雇用種である。サイテルがコールセンターを構えている。さらにベライゾンや、再建回収会社のパフォーマントリカバリー、及びブルークロスは、 それぞれ1000人以上を雇用している。西テキサスの地域医療の中心でもある。シャノン医療センターとコミュニティ医療センターは3000人以上を雇用し、西テキサスの広い範囲で医療サービスを行っている。製造業は1990年代から減ってきた。しかしジョンソンエンドジョンソンの事業部であるエシコン、コナー製鉄、ハーシュフィールド製鉄、及び ポルトガルのコングロマリットで風力発電機製造のマーティファーなど大企業が今も残っている。雇用数では社能医療センターアンジェロ州立大学グッドフェロー空軍基地が大きい。グッドフェロー空軍基地は地域の最大雇用種である。サンアンジェロ美術館サンアンジェロ美術館は1999年にサンアンジェロ中心街の根腸に地元で採れた石灰岩と 繊維組織が端に出たテキサスメスキートを使って建設され開館した。年間8万5千人以上の来館者があり、またナショナルセラミックコンペが開催される。サンアンジェロの北西にあるチキン農園やアートセンターは1971年に設立された。ここには多岐にわたる15人の画家のスタジオがある。サンアンジェロ中心街には様々なギャラリーがある。 毎月第3木曜日に開催されるサンアンジェロアートウォークではこれらギャラリーのみて歩きがある。その中には、ケンドールアートギャラリー、ルイススタジオ、ブラックスワンギャラリー、グラスプリズム、ボニービーズリーラグギャラリー、ウールンコットンショップのほか、公共の美術会場もある。一般には無料のトロリーサービスもある。サンアンジェロ公共楽団は1949年に設立され、 年間数回の演奏を行っているが、特に7月3日の演奏が白日である。根著川沿いの屋外施設、リバーステージで開催されるこの演奏会には、いつも2万人以上の聴衆が集まる。1885年に、軍庁舎の時計を買う資金集めのために設立された、アンジェロ市民劇団は、テキサス州最古の市民劇団である。1969年、 劇団が入っていた校舎が火事で焼けたので、13年間は様々な場所で公演を行っていたが、1980年に230席のパークウェイ劇場を購入した。毎年5回の劇場公演と1回の巡回夏、公演を行い、1万5000人の観客を集めている。サン・アンジェロ観光案内所サン・アンジェロ市民バレーは1983年に設立された。 得意な演目は、毎年出す、くるみ割り人形である。アンジェロ州立大学は、毎年の、G ・アーツ・アット・ ASU の時に6つの劇を上演し、一般公開している。その演目は、シアター・アット・ザ・ラウンドでのディナーシアターから、国内唯一の組み立て式劇場を使った東大の演劇まで幅広い。年間を通じて、多くのコンサートや、リサイタルも開催し、 アンジェロ州立大学ギャラリーでは多くの展示もある。大衆はこれらすべての行事に参加し、積極的に支援することが奨励されている。フォースターフィールドでホームゲームを行うサンアンジェロコルツアンジェロ州立大学は NCWA ディビジョン2に参加している。すべての試合が一般公開されている。野球、バスケットボール、クロスカントリー、フットボール、ゴルフ、サッカー、 ソフトボール、陸上競技、バレーボールが行われている。ローンスターカンファレンスの中では最大かつ最新の施設を持ち、その観客数は常に国内の20ケツに入っている。インドアフットボールのチームであるサンアンジェロ・バン・ディッツは2012年に設立され、ローンスターフットボールリーグでプレーしている。ホームゲームは5260席のフォスターコミュニケーションズ・コリセウムで開催される。 レギュラーシーズンは4月から7月である。サンアンジェロ・コルツはユナイテッドリーグ・ベースボールに所属するマイナーリーグ野球チームである。コルツという名前のチームが最初に設立されたのは1922年だった。現在のチームは2000年からである。1999年に建設された4200席のフォスターフィールドでホームゲームを行っている。 根ョ川沿いにある公園の歩道橋をサンアンジェロ市立、公園体系は1903年に創設された。現在は32の公園があり、総面積は375エーカー以上ある。川沿いには33エーカーのゴルフ場、25の遊戯場、25のスポーツ運動場を維持している。この公園体系の中でも、中心街からその先まで曲がりくねって流れる根ョ川、 リバーフロントの長さ10マイルに及ぶ公園が特筆される。この公園には多くの広場、大衆芸術の展示、水の演出がある。市内には国際水蓮コレクションがある。この公園には300種以上の水蓮が咲き、世界最大級のコレクションとなっている。市に近い3つの湖の一つ、ナスワーシーコソイにもいくつか公園がある。サンアンジェロ公園体系の父である。 アルバート・ニーリー・カーリンは1925年6月15日に初代公演監督官になった。その功績は2013年8月10日付、サンアンジェロ・スタンダード・タイムズがのコラム、レジャー・タイムズで報告された。記者のカール・ホワイトは、現在アリゾナ州レイク・ハバスシティに住むカーリンの孫、ウォーレン・ウォルフが書いた辞伝から引用している。市内には、サンアンジェロ州立公園がある。 広さは7677エーカーあり、テキサス州公園野生生物省が所有管理し、オーシーフィッシャー貯水池の岸にある。州の公式動物である、テキサスロングホーンが生息している。ナスワシー湖にある、サンアンジェロ自然センターは大衆に公開されている、教育センターである。アリゲーター、ボブキャット、プレイリードッグ、リクガメ、 および22種のガラガラヘビを含む85種の爬虫類など固有種や外来種の動物がいる。その中には連邦土地改良局が開発した広さ260エーカーのスプリングクリーク湿地があり、長さ7マイルの歩道もある。その地形は赤ん草の環境から清水の湿地まで変化する。スピルウェイ道路近くには長さ1マイルの自然道も維持されている。 歴史あるコンチョトリでは、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され、サンアンジェロ氏が維持している。1867年に、アメリカ陸軍が開拓者を守り、重要な交易の道を維持するために設立した。当時敵対的だったコマンチェ族インディアンとたびたび小競り合いが起こった。今日では修復され、いくつかの博物館が入り、 火曜日から日曜日まで公開されている。根拠川の噴水産アンジェロ家畜賞とロデオは毎年2月18日から28日まで開催されている。1929年に始まり、世界でも最も長く続いているロデオである。国内に知られ、優秀なロデオ競技者が集まり、賞金額では国内充血に入っている。2011年に発売された。 ジョージ・ストレートのアルバム、ヒア・フォー、A ・グッド・タイムの収録家、ローンスター・ブルースには、サン・アンジェロが言及されている。アンジェロ州立大学の主玄関市内には、アンジェロ州立大学がある。1928年に設立され、テキサス州のほぼすべての軍、40の州、24の国から約6900人の学生が集まっている。 国内トップクラスの地域大学の一つとして、プリンストンレビューのベスト373に入っている。州内では他に、テキサス A&M 大学とテキサス大学が入っているだけである。学士課程はほぼ100、修士課程は23、博士課程一つがある。6つのカレッジに分かれており、実業、教育、教養、看護と医療関連、科学を教え、 また大学院がある。2007年時点でテキサス工科大学システムの会員である。ビッグスプリングを本拠地にするハワードカレッジの分校もある。学生数は2000人以上である。2年生であり4年生に移行する学生の準備をさせ、また資格や応用科学の準学士を取る技術や職業訓練の分野に特化している。パーク大学の分校もある。 グッドフェロー空軍基地内にある。1989年からコンチョバレー地域の高等教育を行っている。パーク大学の主キャンパスはミズーリ州パークビル2875年に設立されたアメリカンコマーシャルカレッジの文校がある。これは私立営利の専門学校である。7つの資格取得コースを提供している。アンジェロ州立大学の敵産 ホール市域のほぼ全部がサンアンジェロ独立教育学区に入っている。南東の小部分がウォール独立教育学区に、また北西部がグレープクリーク独立教育学区に入っている。中央高校とレークビュー高校のほか、中学校3校、小学校21校がある。市内にはアンブルサイドサンアンジェロ学校、アンジェロカトリック学校など7つの私立学校がある。 サンアンジェロスタンダードタイムズは、首都、西テキサス周辺地域の主要日刊誌である。サンアンジェロ市から配布されるが、市内に印刷所はなく、アビリン市で印刷されている。根拠川沿いに立つ、バプテスト記念集合住宅サンアンジェロには、サンアンジェロ地域空港があり、アメリカンイーグル航空とスカイウェスト航空が毎日、定期便を運航している。州内、週間のバス便は、 グレーハウンドの提携者として、カービルバス社とサンセットステージズが中心街のユニオンバスセンター発着で運行している。どちらも州内、国内の主要都市向けに定期便を運行している。BNSF 鉄道がサンアンジェロを通っている。テキサコパシフィコが元はカンザス式テ,テキサスアンドオリエント鉄道だったテキサス州交通省の路線を賃貸して運行しているが、現在は 保守ができていない状態である。都市間公共交通は、根ョバレー交通地区が運営しており、定期路線は5系統、サンタフェ駅で乗り換えができる。朝6時半から夕の6時半まで、月曜から土曜まで運行されている。タクシーは、市内5社が運営している。主要高規格道路。ありがとうございます。